はい、皆さんこんにちは。今回は日本が抱えている領土問題について扱いたいと思います。なんか教科書とかで竹島は日本固有の領土だみたいな書かれ方してたりしますけど、日本固有の領土だとする根拠だったり、韓国側が自分の領土だと主張できる根拠みたいなのを知りたくないですか？ちょっとそういうこと気になったので調べてきました。今回は外務省のホームページを参考にしました。ついでに北方領土と尖閣諸島についてもやろうかなって思います。てなわけで今回もゆっくりしていってください。まずは竹島について日本側の立場での主張を確認したいと思います。17世紀初め頃、日本人が江戸幕府公認のもと宇津領土に渡る際、停泊地として利用していました。またアシカやアワビなどの漁漁の際にも利用されていました。そのため遅くとも17世紀半ば頃には日本が竹島での領有権を確立したと考えられるみたいです。その後1900年代初頭には島根県の沖島民からのアシカ漁事業への安定化を求める声が高まり、1905年には閣議決定により竹島を島根県に編入しました。この頃他国から抗議を受けることもなかったため、竹島での領有権は近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになりました。戦後サンフランシスコ平和条約の起草過程において韓国は日本が竹島を放棄するように米国に求めたのですが、米国は竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領であるとして韓国側の要求を拒否しました。そのような経緯からサンフランシスコ平和条約においては竹島は日本領とされています。条約発効後は米国の申し出により爆撃訓練区域に指定されました。しかしながらサンフランシスコ平和条約発効の直前に韓国側から離礁番ラインというものを一方的に設定され、その中に竹島も取り込まれてしまいました。その後警備隊員を常駐させるなどして韓国による不法占拠が続いている状況みたいです。日本側は3度にわたり韓国側に国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、3度とも断られています。韓国側も自分の領土だと主張するんだったら国際司法裁判所に付託すればいいと思うんですけどね。それでは今度は韓国側の主張を確認してみましょう。韓国が竹島を独島と呼び地獄の領土だと主張する根拠は3つほどあるみたいです。一つ目の根拠は韓国の艦船文献に地獄の領土だと記載されているからというものです。その代表的な文献は新造島国予知小覧と清掃実録の2つです。しかしながら新造島国予知小覧の竹島を表す宇山島という島は同書の八道宗図によると宇津領島と朝鮮半島の間に描かれており、本来竹島は朝鮮半島から見て宇津領島の向こう側にあるため誤りであると言えます。また清掃実録に登場する島が竹島なのではないかと考えられているようですが、清掃実録をさらに細かく解説した新造島国予知小覧においてはその島に樹木が出てくることになっているのですが、竹島に樹木は存在しないので清掃実録に登場する島も竹島ではないと言えます。いずれにせよ韓国側が引用した文献には竹島に関する記述がないため竹島を領有する根拠にはなりません。それでは2つ目の根拠に行きます。2つ目の根拠は安龍福という人物が日韓の間で竹島を韓国領にするという合意をしたと主張していたということです。そもそも安龍福って誰なのって話ですが、彼は朝鮮王国の19代目国王です。しかし実際はその交渉は合意に至っておらず、日本人が渡航禁止とされたのは宇津領島だけで竹島は含まれていません。また当時安龍福が行った言動は詩人としてであり朝鮮国を代表していたわけではありません。というわけで2つ目の根拠も退かせることができそうです。最後3つ目は1900年に竹島を石島として国に編入する勅令を出したというものです。しかしながらこの勅令によると宇津領島の縦 34km 横 21km を韓国領とするというもので、宇津領島から 90km も離れた竹島はこの規定に該当しません。よって3つ目の根拠も退かせることができそうです。以上のことより竹島は日本領だと主張しているのですが、韓国による実効支配は続いているようです。僕個人の意見としては日本人として竹島は日本領だとちゃんと主張していかないといけないと思いますけど、社会情勢を考えると中国による台湾侵攻だったり北朝鮮問題だったりがあるので韓国と領土問題を争ってる場合じゃないと思うんですよね。なので反感買うかもしれませんが、今は韓国の実効支配に対していかんとだけ言っておいて曖昧にしとくのがいいのかなって思うんですよね。領土問題って結構センシティブな内容だから個人の意見とか言ってたら叩かれてしまうかもしれませんね。まあ全然僕のことを叩いてくれてもいいですよ。ブロックしとくんで。まあそんなことはさておき、北方領土と尖閣諸島行きましょう。次は尖閣諸島やりましょうか。尖閣諸島における日本の立場は
領有権問題はそもそも存在しないってものです。その土地を領有するためには、その土地が無主であり、国家による領有の意思があり、実効支配が行われていることが条件です。尖閣諸島はこの3つの条件を全て満たしているので、完全に日本の領土だと言えるのです。しかしながら、1969年に尖閣諸島の周辺に莫大な量の石油が埋蔵しているという発表があると、1971年には台湾が領有権を主張し始め、それに続いて中国が領有権を主張し始めました。台湾は日本の植民地時代に尖閣諸島の管理を任されていたため、それを根拠に領有権の主張をし始めました。中国は台湾のことを一つの中国として、中国の一部として考えているので、台湾が領有権を主張するのならば、中国にも領有権を主張する権利があるとして、領有権を主張してきました。日本と台湾はとても友好な関係ではありますが、未だに尖閣に対しては譲る気はないみたいです。台湾との領土問題が問題にならないのは、台湾に比べて中国がはるかにえぐいことをやってるからです。さて、最後は北方領土問題について触れようかなって思います。第二次世界大戦末期、ソ連は日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾したにもかかわらず侵攻を続け、択捉、国後、色丹、阿波前群島の北方四島を占領しました。その後、一方的に自国領に編入し、日本人を強制退去させ、今日までずっと不法占拠しています。日本はサンフランシスコ平和条約により、カラブトの一部と千島列島に対する全ての権利を放棄したのですが、北方四島は千島列島の中には含まれていないため、サンフランシスコ平和条約では北方領土は日本に帰ってくる予定でした。しかしながら、冷戦の真っ只中で、サンフランシスコ平和条約には米軍が日本に駐在することが明記されていたため、ソ連はサンフランシスコ平和条約には署名しませんでした。おかげでややこしい状態が続き、現在に至っているというわけなんです。現在までにロシア側から色丹と阿波前だけ返すという案が浮上しましたが、日本は4島返還を求めているため折り合いがつかず、話が平行線になっているみたいです。というわけで、領土問題に関する解説は以上です。そういえば、なぜ後ろでゲームを流しているかって話なんですけど、前のチャンネルがゆっくり解説をしてたんですけど、ゆっくり解説はどれも似たような動画なので、繰り返しコンテンツが多いとして広告を剥がされやすかったんですよね。それで、その対策として画面を常に動かす必要があったので、ゲームをキャプチャーしてきたってわけなんです。ゲーム流してたら視聴者としても飽きないから、視聴維持率高くなっていいんですよね。ただ視聴者さんたちから、内容があんまり入ってこないって言われるから難しいんですよね。なので、必要に応じて黒板とか出して、ちゃんと要点は集中して見れるようにしようかなって思ってるんですよね。意見とかありましたらコメント欄で教えてください。というわけで、今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。